GTX-35VS カベリジェッター GTX-35VS カーベリは現在インドのバンガロールにある防衛研究開発局参加のガスタービン研究所で開発中のアフターバーナーを備えたターボファンエンジンである。カベリはインドによる独自の設計で元は軽攻撃航空機と呼ばれていた HAL テ ジャス戦闘機の量産機種に搭載される予定であったが、2008年9月の時点では公式には関係がないとされる。現在、ジェッターでは、軽級計画と軽重計画の異なる2つの計画に分割して進められている。1986年、インドの国防省の防衛研究開発局は、軽攻撃航空機用のエンジンの独自の開発計画を立ち上げた。 初期の LCA の試作機には、アフターバーナーを備えた、ゼネラルエレクトリック海 404GE 海2 J3 を搭載することが決定されていたが、この並行して進められた計画が成功した場合には、量産機には、独自開発のエンジンが搭載される予定である。ドルドは、複数のジェットエンジンの開発経験を持つガスタービン、研究所に、開発の主導を委ねた。 ガスタービン研究所は1977年に初めて運転されたインド発の独自開発のジェットエンジンである GTX37 から 14U アフターバーナー付けターボジェットエンジンを開発した。ターボファン仕様の関連機種である GTX37 から 14UB も開発された。GTX-35 の開発においてジェッターは大幅に 再設計したターボジェット技術に回帰したが満足できるものではなかった。LCA 計画において実物大の試作機は1989年4月に完成し93ヶ月間の計画に382インドルピー黒はかかったと推定される。航空機エンジン産業の幹部によると新型エンジンの開発費は通常最大20億ドルドルとされる。 試験中の GTX-35VS カベリ、元の計画では17機の試作エンジンが製造された。最初の試験エンジンは、コアモジュールのみで構成されており、3機目のエンジンで、初めて可変式吸気口案内翼が、最初の3段圧縮機に備えられた。カビに、コアエンジンは1995年3月に、初めて運転された。 最初の完全なカベリの試作機の試験運転は1996年に、始まり1998年から前後期による地上試験が始まった。最初の飛行試験は1999年末に予定され、最初の LCA 試作機に搭載した試験飛行は翌年に予定された。しかしながらカベリの開発計画は政治的と技術的な困難の両方により停滞する。 1998年の核実験に対する西側諸国による経済制裁の一環として技術供与が停止された。また開発にはインド空軍に配備されている大半の航空機に関与しているロシアの航空機産業も関与していると推定される。2002年、壁リの技術的な挑戦に関して少しの情報が公開されたが、それは壁リが タービンブレードのスネクマからの供給を必要とすることだった。開発の停滞が続いたので、その結果2003年、改良された海 404GE-20 が、先行量産機8機と海軍の試作機2機に搭載される決定がされた。2004年2月に ADA は、ゼネラルエレクトリック社と17機の f 4 0 4 in 2 0エンジンを開発、生産し、 2006年に納入を開始する1億500万ドルの契約を交わした。2004年の半ばに、カベリは、ロシアで実施された高高度試験に失敗した。これにより最初のテジャス量産機への搭載の望みは、ついえた。この開発の停滞により、インド国防省は2005年に、最初の20機の量産機のためにさらに40機の F404 イン20エンジンを発注し、 カベリ計画の開発の完了のために外国企業の参加を求めた。2006年2月 ADA はすネくマにカベリ計画の問題を解決するための技術支援の契約を交わした。2004年12月時点でジェッターは1300インドルピー、クロア以上をカベリの開発に投入していた。さらに内閣防衛委員会はカベリは2012年までは LCA に 搭載できないとの評決を下し、予想開発総費用の見積もりを2839インドルピー、クロアに改定した。2005年4月壁リの開発においてこれは良い兆候であると、国防大臣の科学助言者である M ナタラジャンはヒンズー氏に述べ、さらに私たちは、この複雑な動力の特性を理解するために、壁リ試作機を2007年のいずれかの時期において、 LCA の試作機の一機に搭載する予定であると述べた。2006年2月、アメリカの専門家である、プラットホイットニー社のゼネラルウィリアム・ジェイビガートは、プタイ氏に対して、カベリは、真の世界水準のエンジンである私たちは、防衛研究への協力とカベリの開発機構に、参加する準備があると述べた。しかしドルドの事務官のナトラージョンはプタイ氏に対して、しかし、カベリは、 今も今後もインドの計画であると述べた。2007年2月5日、国防大臣の科学助言者である M ・ナトラジャンは期待された性能の90から93%近くが実現され、政府は計画をさらに進めるために協力者を探すことに重点を置くべきであると述べた。2008年2月11日までに、 カベリは1700時間の試験運転とインドには設備がなかったので2回ロシアへ送り高高度試験を実施した。エンジンは次世代の無人機の動力用として同様に試験された。2007年7月ジェッターはカベリ計画を2つの計画に分割した。K9 と K10 計画である。K9 計画は完全な設計概念を証明する計画で、計画は 外国のエンジン製造企業と協力する合弁事業である。K10 計画のエンジンは最終的な量産標準型壁リエンジンになる予定で軽量化してアフターバーナーの水力を増すために元の設計に変更が加えられる。2008年9月、壁リはテジャスへの準備が間に合わないと発表され現在、生産中のエンジンが選択された。ジェッターによる壁リの開発は 将来の他の機体への搭載のために明らかに試験のためだけに継続される見通しである。2008年11月の発表によると、カベリは2009年12月に LCA に搭載される見通しである。2009年2月に発行されたフライトグローバル紙によるとジェッターは、カベリエンジンの開発2989年以来、200億インドルピーを 費やしたがエンジンはまだ重量型で水力は要求された2万1000から2万2500ポンドに達していない。ナタラジャンはフライトグローバル氏に対して計画は破棄しないと述べた。空軍の技術者のチームは問題に対処するためにジェッターと ADA で作業している。空軍は改良されたエンジンを航空機に搭載する計画が進行中であるとフライトグローバルに対して述べた。 スネクマと今後2年間に関して協議しているさらに彼は新型エンジンの開発と飛行試験に5年から6年かかる見通しであると述べた。2009年12月、カベリスネクマ合弁会社は LCA への後期型への採用に挑んだ。ピープルズ・ポスト紙によるとジェッターはインド空軍の最初の2飛行隊への LCA に最初の40機の GE404 エンジンが 提案された時期に LCA とカベリのつながりが切れたことを認めたが、将来的には段階的にカベリスネクマへ切り替えていくべきである。2010年5月30日の時点で様々なカベリの試作機の約1880時間に及ぶ試験が完了した。全部で8機のカベリエンジンと4機のコアエンジンが製造され、組み立てられ試験された。 コアエンジンの高高度試験は成功率に完了した。2010年6月、カベリエンジンは、フランスのラファール戦闘機の動力であるスネクマの M88 から2エンジンの改良機種の新しいコアを元にした、最大水力83から85の改良された派生形式がドルドによって選択肢として検討されている。2010年7月、ビナエックシェティによるとテジャスは、 カベリエンジンを搭載し、2011年初頭か、同年内に飛行する見込みであるとされる。2010年8月の報道によると、ロシアの中央航空エンジン研究所の支援により、ジェッターカベリエンジンの性能を大幅に高めることを、試みるとされる。2010年8月に高高度試験の主要な到達点とされる、異なる高度における高高度試験でカベリエンジンの性能を模擬し、 マッハ1に達して成功率に完了した。2010年11月4日モスクワのグロモフ第一飛行研究所で壁リ試作機の一つは飛行試験に成功した。ドルドによると試験はグロモフの飛行試験機で実施される陸時から着陸時までエンジンは右側で運転され1時間以上の飛行で高度は6000メートル以上に達した。エンジンは いる -76 飛行試験機に喧嘩され、初飛行でマッハ0.6で飛行した。飛行中のエンジン制御、性能と状態は素晴らしいことが分かった。この試験によってカベリエンジンは主要な開発計画の到達点に達した。と付け加えた。これらの到達点の達成後、カベリエンジンは、飛行に強されるカベリエンジンは、初めて飛行試験機に乗せられて、試験は成功した。 2011年4月までカベリエンジンの最初の段階の FTB 試験は成功理に完了しさらなる試験が2011年5月以降から継続される最初の飛行試験では高度1 2トル以上で最大速度マフ派0.7飛行試験は成功した2010年11月の年次報告書によるとインドの会計監査員は開発にすでに1892インドルピークロアが 費やされたにもかかわらず、主要な6つの到達点の中でわずか2つしか達成していないと報告されている。その欠陥としてキャグはエンジン重量は設計使用よりも重く圧縮機、タービンとエンジン制御装置の開発において進展はなかったと述べている。問題点壁に計画はその野心的な目標、長引く開発期間、開発費の当初見込みの大幅な超過やドルドの 明瞭性の欠如や問題認識が原因で多くの批判に直面している。LCA 計画における批判の多くは、カベリとマルチモードレーダー計画に関する批判である。LCA 計画の多くの要素において、ドルドの立てた日程の実現性には多くの疑念があり批判されており、その最たるものがカベリの開発である。50年以上に及ぶジェットエンジンの成功した。 開発経験があるフランスのスネクマは、ラファール戦闘機の M88 エンジンの開発において、小規模先行量産に入るまで、地上試験開始から13年近くかかった。それから推測すると経験の浅いジェッターでは、壁りの量産開始は2009年以降と予想される。 同様にドルドが抱える批判にエンジンの問題を認めることは不本意で扱いきれなくなるほど問題が拡大するまで外国のエンジン製造会社が開発に関与することに抵抗したことがある。2010年8月に遅延の理由に関する国防省の報道発表が報告された。その理由とは第一に最先端のガスタービン技術の開発技術的な複雑さ重要な危機器や 材料の可用性の欠如と技術先進国による技術供与の拒否国内の試験施設の欠如のために国外で試験する必要があった。熟練した専門家が得られなかった。カ壁にはアフターバーナーを備えた低倍パスターボファンエンジンで6段のコア高圧圧縮機と3段の線音速ブレードの低圧圧縮機、可変式吸気口案内翼、アオ速ブレードの3段低圧圧縮機、 アニラー式燃焼機、冷却式単弾高圧タービンと複数の低圧タービンを特徴とする。この機種の開発では、先進的なコンバージェント・ダイバージェント可変式ノズルを備えるがジェッターは、量産型テジャスには多軸水力変更ノズルを搭載することを望んでいる。壁リの全容は、ユーロジェット EJ200 や、ゼネラルエレクトリックカー414や、 スネクマ M88 等の他の軍用機のエンジンと非常によく似ている。タービン入り口温度は他の機種よりもやや低いが非常に高い周囲温度の環境下でも安定した出力が出せるように考慮される。バイパス比は圧縮比のモードにもよるがわずか0.16、1でかい404のようなリーキーターボジェットである。エンジンコアにはカビニと呼ばれるコアエンジンが使用されている。 カベリは、インドの厚い砂漠や世界で最も高い鉱山地帯、等の運用環境における要求に特化して、設計されている。ジェッターの設計ではファンデの圧縮比が4、1で総圧縮比は27、1で、テジャスは超音速巡航が可能であると推測される。カベリは、可変サイクルで、LCA 試作機に搭載された404、GE 2J3 よりも13%力が、 高い。計画では、同様に壁りの派生形式が、すでに存在し、先進的な練習器用にアフターバーナーを備えない、形式やカビに、コアを元にした郊外パス比の形式がある。同様の検討されている概念に大型化されたて、ジャスに2機の水力変更のツルを備え垂直尾翼をなくす構想もある。インドによる、独自開発の壁りデジタルエンジン制御装置と呼ばれる。 パデックがバンガロールの防衛アビオニクス研究所で開発中である。アバディの軍用機研究開発局ではテジャスに装備する補給用ギアボックスや動力出力軸の設計、開発が進められる。ドルドはカベリエンジンが2010年代後半にはテジャスに使用されることを願い、最新のニュースによると現在も研究中で研究が完了するのは2011年から2012年に、 なると予想される。政府高官は、現時点では、エンジンの水力は70から 75KN だが、90から 95KN の水力を望んでいると、ヒンドゥー氏に述べた。加えて、LCA への壁入りの採用は空軍に供給される、最初の40機の LCA に2010年代、後半の最初の更新が来た時期であるだろう、と述べた。 2011年の記事ではさらに信頼性、安全性及び耐久性の面でエンジンを熟成するために50から60回の試験飛行が実施されると発表された。計画中の壁リは、派生形式には、先進練習機用のアフターバーナーを備えない、形式や壁リのコアを元にした高バイパスエンジンの計画もある。GTX-35VS 壁リ。ありがとうございます。